おはようございます。礼拝を始める前にお願いがございます。携帯電話をお持ちの方はスイッチをお切りになるかマナーモードにしていただきますようお願いいたします。それでは時間になりましたので、ただいまより2013年12月22日日曜日、主の十字架クリスチャンセンター、東京アンティオキ教会におけます手術大礼拝を始めてまいります。最初にお祈りいたします。愛するイエス様、主の御名をあがめます。聖日の朝、あなたの愛する兄弟姉妹たちをこの教会に集めてくださり、共に主を礼拝する恵みを感謝します。この教会に聖霊様が満ち溢れておられ、この礼拝を最初から最後まで導いてください。どうか私たちに必要な言葉を与えてください。これからの時、主に期待し、私たちのすべてをいただきます。始まりにあたり、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美で礼拝を始めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。それでは、共に賛美を持って主を礼拝していきたいと思います。最初のお立ちになる方はどうぞお立ちください。感謝と賛美を捧げ続けよう。どんなことがあっても益になるから、感謝と賛美を捧げ続けよう。神には何一つ不可能はないから、ハレルヤ、ハレルヤ、全能の神、すべての上に高く言います。ハレルヤ、ハレルヤ、すべてのこと、主イエスに感謝し続けよう。もう一度賛美しましょう。感謝と賛美を捧げ続けよう。どんなことがあっても益になるから、感謝と賛美を捧げ続けよう。神には何一つ不可能はないから、ハレルヤ、ハレルヤ、全能の神、すべての上に高く言います。ハレルヤ、ハレルヤ、すべてのこと、主イエスに感謝し続けよう。張り出しを心から讃えましょう。顔を上げて上を向いて、あなたの未来は輝いてる。どんなに強く生きていても疲れてしまう時もある。重荷を置いて歩き出して、あなたの持ってる痛みを注ぎ出していいんだよと言ってくれる人がいる。Lay your burden at the feet of the cross。 あなたのことを信
愛してくれる人がいるから、泣かなくていいよ。あなたの存在は尊くて美しい。あなたは愛されてる。2番を探しましょう。顔を上げて上を向いて、あなたの未来は輝いてる。どんなに強く生きていても疲れてしまう時もある。重荷を置いて歩き出して、あなたの持ってる痛みを注ぎ出していいんだよと言ってくれる人がいる。Lay your burdens at the feet of the cross。 あなたの悲しみ痛み全て置いて、あなたが生きてる意味がここにある。あなたを近くで呼んでる声がする。あなたは愛されてる。どんな過去にも縛られないで、日々を笑顔で過ごせる時が来ている。あなたの全てが輝く時が来たから。 Time has come。 未来は祝福で満ちている。希望にあふれてる、喜び満ちる。流した一粒の涙も無駄には落ちてない。一歩を踏み出して信じ続けよう。あなたは愛されて。主のこの与えられたこの言葉を話すことなく、主の言葉に固く立ち続け従い続けてきなさいと主はされます。この語られた言葉というのは、必ず時が来た時に成就していくのを見ると主はされます。この主の御心が最善であり、この主の語られた言葉がこの最高の人生へとお人一人をさらにこの導いていくと主は語られます。それにさらにこの祈り、また聖書の中においての主の御言葉を受け取っていきなさいと主は語られます。それはお一人一人において祝福を与え、また主の栄光を表していくと主は語られます。この主はこの信じる信仰を祝福されていくと主はおさられます。それゆえこの正しいこの信仰の一歩を踏み出すために、さらにこの見分けのためには熱心に祈っていきなさいと主はおさられます。教会を土台としてこの各働きというのが大きくこの進んでいくと主はされます。この一人一人この教会の一部分としてなすべき御心を全うすることができるように、さらにこの祈り続けてきなさいと主はされます。それにこの何がこの御心であり、また何がそうでないのかということ柄においても、またこの熱心に求め祈っていきなさいと主は語られます。主は祈る者を通してこの答えを与え、また祈りを通して主のご計画を豊かに表していくと主は語られます。
この日々の蒼天から始まって、この主との交わりの土台、祈りと聖書という土台をしっかりとなし、主との交わりをこの深めて、この主の語られるその言葉に立った信仰の歩みを徹底していきなさいと主はおさられます。それではもう一度主の前に賛美を捧げていきましょう。愛する天のお父様、この賛美の時をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。朝につく礼拝を豊かに導いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。それではお祈りの時をお持ちいたします。それぞれの必要のために各自黙祷のうちにしばらくお祈りください。お祈りの時はそこまでとしていただき、再び共に賛美をしてまいりましょう。主の祈りを共にお祈りしましょう。慣れてない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればならない。アーメン。それでは聖餐式をパウロ秋元牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。聖餐式を、行います。
聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。そして、この聖餐式はですね、近々洗礼を受けるその予定を持っておられる方、この方はぜひ、加わっていただきたいと、こういうふうに思います。インターネットの方々でも洗礼を受けられた方と、また同時に、近々洗礼を受けるそのような予定を持った方、そういう方々がぜひ参加していただきたいと、こういうふうに思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。そして私人々に御子どんちの恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福しての力を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。
天の様、この聖餐の御名ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。聖餐の恵みに預かりました後は感謝の献金の時を持ち出します。神の国と神の義を賛美しつつお願いいたします。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深いイエス様、献金の時を感謝します。主が私たちに与えてくださった一部を今見舞いにお返しいたしました。この献金を主が清めてくださり、御国のためにどうかお役立てください。また捧げられたお一人お一人を主が覚えてくださり、私たちの日々の生活を豊かに守り支え、信仰生活をさらに祝福してください。感謝します。感謝してイエス様のお名前にお願いします。アーメン。本日のメッセージのための聖書箇所をお読みしたいと思います。本日のメッセージ聖書箇所はルカの福音書14章25節から27節。ルカの福音書14章25節から27節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書145ページ、第2版の聖書をお持ちの方は新約聖書の133ページになります。それではお読みをしていきます。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方を向いて言われ、私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上、自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って、私についてこない者は、私の弟子になることはできません。この箇所からこの後特別賛美、そして賛美に引き続きパウロ秋元牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。